第2回メルカリで買ったポケモンダイヤモンド中古ロム開封動画第2回目でございます。やっていきたいと思います。はい、カエル天狗でございます。はい、この企画はですね、まあ中古ロムをですね買って、でね、まあダイヤモンドパールのリメイクまで、中古ロムをね紹介していくっていうね、中身を紹介していくっていう動画でございます。はい、で今回はね第2回目なんで、前回ダイヤモンドやったんで、今回ねパールやっていきたいと思います。では行きましょう。ポチッとなっと。はい、いや、まあ、前回のね、ダイヤモンドは非常に神ってましたね。神ってたんで、まあ、今回それを上回るか、下回るか、そこはね、わかりませんが、やっていきたいと思います。さあ、どうなんでしょうか、このダイヤモンドは。パール、どっちだ、これ、パールか。さあ、パール。さあ、行きましょう、パール。さあ、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 何が来る？は？いやー、ちょっと待ってよー、おい、データないのかよー。いや、データないのは問題外だろう。マジかよ、お前は。どこに行こうとしてんねん。旅行カバン持ってさ、どこ行こうとしてんの？マジかよ、つら、マジか。いやー、わかりました。まだね、2本残ってるんで、じゃあもう1個の方のね、ダイヤモンドを使っていきましょうか。いや、これはショックだ、マジで。はい、2本目のね、準備ができましたんで、行きましょう。はい、行きましょう。いや、頼むから2本目はデータあってくれよ。頼むぞ。いや、怖いなぁ。ないとかやめてよね、マジで。さあさあさあ、この辺は同じかな？行きましょう。いや、でもこの辺もね、ドキドキしますからね。さあ、もう15年前か、このゲーム。行きますよ。はい。いやぁ、怖いな。え？おーい、マジかよ。こっちもダメなんかい。マジかよ。おい、ふざけんなよ。おーい、またかよ、七かまど。お前はだから、どこ出かけんのよ、お前。チャック開いてないよね、マジで。もういいよ、こいつは。はい、本当はね、次の週くらいに出すつもりだった、こちら、パールね、使っていきたいと思います。行きましょう。いやー、頼むから、これはデータあってほしいな、マジで。いや、全部なかったら、もう俺、ほんと病むで。もう、中古ロムとか二度と買わねえけど、マジで。データなしはちょっとやだなぁ。もう、なんでないんだよ、マジで。頼むよ、ほんとに。頼むよ、ほんとに。頼むよ、ほんとに頼むよ。おー！あ、つかさくんね。そう、前回のダイヤモンドも、同じ人から買ったんで、データの名前がね、同じですね。よかった。でも残ってました。いやー、よかったよかった。行きましょう。さあ。なぎさシティ。はい。じゃあ、まずは手持ちからね、見ていきましょう。図鑑見てもいいんだけど、まあ、手持ちから見ていきましょう。エンペルト、レオ、ゲンガー、ムクホーク、レントラー、ケイケイということで。ああ、まあ、なんか似てますね、前回とね。でもちょっと若干違うかな。じゃあ、まずはエンペルトからね、見ていきましょう、データね。はい。エンペルト。いや、誰やねん、親、サラって。誰やねん。はい。で、どんな感じよ。ずぶとい性格で、まあ、3月3日ということで、もう6年前にやったデータか。あー、結構前ですね。で、特攻寄りで、技が、波乗り、アクアジェット、バブル光線、渦潮。まあ、特殊に寄りすぎてますね。ちょっとどうなんでしょうか、これは。ね。で、あとは、あ、この辺はまあ、ないのか。なるほどね。はい。じゃあ次。フーディン。いや、ハッシーって誰だよ、KK って。これ交換かな、多分。そうだよね。え、待って、通信交換で5の時にやってきた。どういうこと？レベル5の時にもらえんの？フーディンが？ちょっとよくわかんないね。はぁ、あ。うわぁ、特攻は高いけど、防御と攻撃低いね。神耐久だね、ほんとにこいつは。リフレクター、自己再生、サイコカッター。うわ、サイコカッター、物理界しかも、これ。使えねえ。で、瞑想と。うわぁ、マジか。マジでか。使えねえじゃん。で、ルカリオ、レオ。いや、自分の名前かい、これ。レオって名前つけてんのかい。まあ、いいけど別に可愛らしいね。子供だからね、多分やってる人は。通信交換の卵が、206番道路で帰った。あー、なるほど。なるほどね。で、特攻が高いと。電光石火発こらえる波動弾。あー、なるほどね。まあ、耐久もいけて、まあ特殊もあり、そしてまあなんか状態異常になる可能性のある技もありって感じで、まあ結構強いね。で、まあ電光石火、まあね、先手も取れて結構強いね。そんな感じか。はいはい、いいですね。さあ、そしてレントラー。レントラーは、いや、だから親誰、サラって。誰やねん、サラって。さっきから。はい、202番道路であった。はいはい。特攻
攻、あ、こいつは違うな。こいつは攻撃、あ、違う違う違う。こいつは攻撃か。攻撃折りで、そして技は、お、雷の牙、スパーク、充電、噛み砕く。はぁ。火力が超高いわけではないけど、まあ、無難なね、技があるし、まあ、充電でね、特防も上がるし、電気技も上げるから、なかなかいいんじゃないでしょうか、これはね。結構強いんじゃないでしょうか、使いこなせばね。はい。さあ次、さっき出ましたけどね、ゲンガーでございます。こいつは、塚田くんがね、上でございます。通信交換できたんかね、羨ましいな。209番道路で出会った？マジで？いや、多分ゴーストで多分出会ってて、どっかで交換してんのか、なんかアイテムでもあんのかな、わかんないけど。はい。で、特攻高いと。で、浮遊タイプ出ましたね、浮遊。浮いてる要素わかんないけど。で、技がこんな感じで、しっぺ返し、シャドーボール、ナイトヘッド、怪しい光。まあ、シャドーボーはいいよね、シャドーボー。特防も下げる可能性あるし。そして、しっぺ返し。しっぺ返しはまあ、そんなに強くないかな。で、怪しい光ね。これうざいからね、混乱。ナイトヘッドもね、自分のレベル分だけね、ダメージ与えますんで、結構やかましいですからね、こいつね。はい。そして最後は、ブイーン！よし、決まってんな。最近ちょっと似てんな。いいぞ。もう一回やろうか。ブイーン！オッケー、来てるね。さあ、見ていきましょうか。ムクホーク、親はつかさくんね。はい、行きましょう。そして、臆病な性格、202番道路で、レベル3の時にあった。はいはいはい。うわ、攻撃寄りだね、めちゃくちゃ。そして技は、いいね、空を飛ぶ、インファイト、ツバメ返し、翼で撃つ。おー、いいね、もうがっつり、ね、攻撃寄りで、いいね、素晴らしい。そして、まあ、この辺はいいか。まあ、こんな感じが手持ちですね、手持ちね。はい。じゃあちょっと、アイテムね、見ていきましょうか。どんなアイテムか。こんな感じです。はい。あ、なんか、いいね。持たせると、能力上がる系多いな。ほら。ね、お札とか。ね、粘土とかさ、鉄球とか。なんだこの白玉。白玉？白玉？パルキアに持たせるとドラゴンと水タイプの技の威力が上がる。美しく輝く玉。白玉って言うんだ。うっそ、そんなの持ってんの？こっちは違うの？これは違うんだ。鉄球なんだ。何それ？鉄球なんだ。で、回復アイテムは、まあ、無難に。結構いいのがありますね。塊あんのはいいね。これ欲しいんだよな。かけらは、あ、かけらと塊こんな感じなんだ。へえ。で、ボール、いや、ゴジャボ多いな。ゴジャボがなんか多いな。まあ別にね、いいんだけどさ。そして、おお、今回は前回のデータよりはなんかね、揃ってませんね。前回なんかね、漫画喫茶のさ、あの抜けてる漫画みたいな感じでナンバーは揃ってましたけど、今回は揃ってませんね。なるほど、こういう感じで。おう、あ、7番がない。7番なんだっけ、わかんねえ、忘れた。そして、おわー、少な、木の実少な、何これ、全然ないじゃん。で、メールはない。お、戦闘用、あ、戦闘用はなんか一通りありますね、1個全部。はいはいはい。で、大事なものはまあいつも通りかな。銀河団の鍵持ってんな。なくすとお仕置きされるらしい。うわー、かわいそう。お仕置き中か、今。うわー、ご褒美タイムか。はい、っていう感じで、道具はこんな感じですね。じゃあ、あとは、ちょっとパソコンね、見ていきましょう。ボックスね、どんな感じか、見ていきましょう。あ、水木か。水木のパソコンで、水木？いいのか。ボックスを整理で見ていきましょう。はい。おー、ウッパー。石つぶて。ブイゼル。コダック。タカ。いや、誰？誰？タカって。急に誰？びっくりしたわ、今。ピンプク、ブイゼル、ドーミラ、ムックル、ゴローン、ポニータ、ニューラ、ムクシオ。いや、メタグロス違うやろ、お前は。お前違うやろ、メタグロスどこがやねん。何がやねん。ちょっと青いけど。青いだけやんか。あとは、いや、それだけかい。あ、なんか、びっくりした。なんかいたかと思った。なんだこれ。うん、つぶつぶ置くなよ、つぶつぶ。つぶつぶ置くなよ、これ。つぶつぶたまに置くなよ、こうやって。そうだよ、置くなよ、こうやって。置くなよ、つぶつぶ。なんだよ、つぶつぶ、これ起き上がって。そんな感じか。何、タカとさ、メタグロスって。詐欺じゃん。ちょっと、あいつら何これ。これちょっと何ちょっと待って、これ、ね、待って待って。これ手持ちに入れましょう、一回。これどうやな、一回これ書いて。で、こっち、嘘つきじゃん、これ。何だろ、どこだろ。ちょっと、まだあるのかな、名前は、言うだけだな、どうだろ。はいはいはい。さあ、これで、ちょっと待ってね。で、ポケモンで、タカ、
タカは何が起きた？自分でつけたんかい、こいつ、タカ。何が起きた、タカに。八重切り要員でゲットしただけだよね。なんでこうなったの、こいつ。で、次、メタグロス。何がメタグロスなの、こいつ。なんで自分でつけてメタグロスって。嘘やん。しかもなんか、レベルすらも上げてないし、もう捕まえて、あだ名つけて、ボックスぽいかよ。なんだこいつ。技弱え。何これ。まあそりゃそうか。うわ、何これ。不思議ですね。なんだろうね。